様、ま、こんばんは。オンラインイベントプルベラコレクションの扉を開くフリア美術館国分圏にようこそお越しいただきました。今日の司会を務めます、国文学研究資料館の山本義孝と申します。国文学研究資料館が運営するデータベースで、フリア美術館のプルベラコレクションのデジタル画像が公開されることを記念し、日米を結んでのトークイベントを、両館の共同開催でお送りします。まず 前置きとしてですけれども15分ほどフリア美術館のフランクフェルテンズ学芸員と私で国文学研究資料館の新日本古典籍総合データベースとフリア美術館のプルベラーコレクションについてご紹介します。その後本日のメインイベントである国文学研究資料館のロバート・キャンベル館長とフリア美術館のフランクフェルテンズ学芸員による対談をお送りします。対談では プルベラーコレクションに収められているさまざまな表情の波を描いた絵リボンを出発点として日本の美術や日本の書物の魅力があるいは見どころがどういうところにあるのかについてお話しいただきます。なお皆様のマイクは私どもの方で一斉にミュートさせていただいております。皆様には 参加申し込みフォームから事前質問もいただいておりますが、このイベント中に何かご質問などありましたら、ぜひチャット欄にお書き込みいただきお送りください。時間の関係で全てにお答えできない場合もあるかもしれませんが、ご了承ください。今日のイベントの様子はアーカイブして、後日、両館の YouTube チャンネルで公開を予定しておりますので、登壇者のみを録画しております。とでは、まず国文学研究資料館とデータベースについて。 紹介させていただきまますす画面共有いたしますこれが国文学研究資料館が入っている建物なんですけれども国文研とも呼んでおりまして日本文学に関係する資料や情報を研究資源として集積して国内そして海外の大学などの研究機関に提供し共同研究なども行っています。 これらの資料や情報の多くは一般の方々にも広く提供させていただいています。場所ですけれども、国分県は東京都の西側、立川市にあります。冬の晴れた日はびっくりするほど近くにです、ね、大きな富士山が見えることもあります。JR の立川駅からモノレールで、えー、一駅の場所にあるんですけれども、近くには、 まあ、いろいろあの商業施設、IKEA ですとかグリーンスプリングズという新しい複合施設もありますので、もしえ、まあ、あのお近くにいらっしゃいましたら、また移動が安全にできるようになりましたら、お越しいただければと思います。というのも、あの国文圏には日本文学に特化した図書館、まあ、図書室がありまして、日本文学に関する、あとはまあアーカイブス学に関するさまざまな資料が揃っていますどなたたにでもご利用いただけます。 開出時間などはホームページに載せてあります展示室もありまして今ちょうど日本の古典文学と現代アートを交差させたような斬新な特別展示,展示もやっております詳細は国文圏のホームページにあります YouTube チャンネルでもですねこのように360度カメラを使ったバーチャルギャラリーツアーというのも公開されているのでぜひ一度ご覧ください 国文研の地下にはこういう書庫がありまして明治時代以前の日本で作られた古い書物や歴史的な資料ですねが保管されています国文研が一番得意としているもののま一つは明治時代以前の日本で作られた様々な書物に関する研究でしてそれらをえまあ、こういう書物を私たちは日本古典籍や古典籍と呼んでいます古典籍というのには あの文学だけではなくて本当にいろいろな内容が書かれていまして政治経済歴史宗教思想地理科学料理医学生け花茶道書道そしてもちろん美術に関係するものも多くありますこれが国文圏の新日本古典籍総合データベースインターネットに公開されているんですけれども行ってみれば古典籍のま顔写真入りの名簿と呼んでいいか と思いつつありますがあの古典籍はまあ実物を手に取って見るのが一番良いんですけれどもででもも画像を見るだけでも色々なことが分かります国文献では国内そして最近では海外の図書館美術館資料館などと協力し合うことによって日本中また世界中に所蔵されている日本の古い書物ですねの画像をインターネットで公開しています。 ちょうど昨日このデータベース上でフリーア美術館所蔵の古典石12点のデジタル画像が公開されました今後順々に全部で900点ほど公開していく計画です今ご覧いただいているのは江戸時代の大阪の天宝山を描いた多色図りの画像なんですけれどもこのように浮世絵作品としても本当に美しいものが古典石の中にもあの含まれております プルベラコレクションはフリーア美術館の英語のウェブサイトではあの画像がすでに公開されていたんですけれどもこういうふうに国文研のデータベースで公開されるようになってですねまあ日本語でえ検索できるようにもなりますしまたえーこのデータベースに載っているさまざまな情報と一緒に検索できるようにもなりました。 国分県のこのデータベース、どういうふうにたどり着くかなんですけれども、今回私たちはあの両間で共同制作した動画があります。YouTube 動画なんですけれども、あの説明欄のところに行っていただくと、リンクをいろいろ貼ってあるんですね。でこのリンクの一つがデータベースにつながるようになっておりまして、でまあ、赤枠で囲ったところをクリックしていただくと、こういうページに飛んでいきます。これが一覧になっていていフリリアギャラリーの画像 今公開しているものを載せていて、表紙というところをクリックしていただくと、まあ、作品ごとにこういうページに行ってで、表紙の画像が出ているので、そこをさらにクリックしていただくと、この本や画像の中身に、画像というか、画像ですね、すみません、の中身に、えー、飛んでいくことができます。えー あとはまああの絵師の名前なんかでも検索可能なんですが、1つだけコツがありまして、人名で検索いただくときは、こういうふうにスペース、葛飾と北斎の間にスペースを入れていただくとあのうまく検索できるかと思います。であのこのようにいろいろなあの美しい本があのデータベースにありますので、ぜひご覧いただきたいと思います。これで画面共有を終わりまして、で今、 ですね、皆様にちょっとチャット欄で、えー、リンクを1つお送りするんですがこれがあのフリアの画像一覧ですのでぜひご覧いただきたいと思いますと続けまして、えー、それではフリア美術館国立アジア美術館のテレルテンス学芸員にフリア美術館とプルベラコレクションについてご紹介いただきますテレルテンスさんよろしくお願いいたします 山本ささんんありがとううごござざいいまますす皆さんおはよワシントンは今朝7時なんですけれども日本の,の方があの気持ちいいあの夕方だろうと思いますけれども今日はどうぞよろしくお願いしますあの。皆さんはすでにご存知だと思いますけれどもあのあのフリア美術館がワシントンというアメリカの州都にありますけれども あのキャンバル先生とあの対談する前に少しだけあのフリア美術館の,の歴史というかあのさあコレクションの構図とあのルブその中のプルブラーコレクションを紹介させていただきたいと思います。あのまあ、これがフリア美術館の外観なんですけれどもあの最近は国立アジア美術館と呼ばれるようになりましたけれどもただあのその国立アジア美術館というのがあのフリア美術館と隣 のアーサーンサクラギャレリーと一緒になるあの一つの国立美術館になりますけれどもあのフリア美術館が1923年にあのワシントンのナショナルモールというあの美術館大のようなところにあの設立されましたけれどもその時はあのスミス ワーシントンの国立美術館、博物館の中の最初の,あの国立美術館でした。ですから、それはかなり私,私はアメ,リカでアメリカ人ではなくて、あのドイツ人で、これがあのアメリカの面白い特徴だなと思いますけれども、あの最初の国立美術館が西洋美術じゃなくて、アジア美術の,あの中心をしている美術館です。 それはあのアメリカの国際性を表しているだなといつも私が思っております。で、あのそのフリア美術館の裏にいるあのあの創立者がチャールズ・ダン・フリアとい,う人物、うん、という人物がいまして、彼があのあのあの鉄道とかアメリカの,あのギルデッドエ・エイジという時代にかなりお金持ちになりまして、あの 40, 40歳ぐらいに退職して、でそ,うなそ,うそうなったらあの美術作品を集まるようになりました。ただ、あのフィアさんが最初にアメリカ、日本美術とかアジア美術じゃなくて、アメリカ美術を収集することになりまして、でそこからあのアメアメリカ、イギリスで活躍したアメリカ人の学家ジェームス・マクニール・ウィスターという人に影響され、 あの、日本美術を興味ね、興味を、持つようになりました。実は、あの、フリアさんが最初に購入したアジア美術の作品が、の、日本美術の、あの、奥義、の、え、でした。それが、あの、日本、日本美術がアジア美術への収集の出発点でしたと言われる、って言われても良いです。 であのフリアーが収集したときにいろんな人物に影響あのというかあのそのコレクションの仕方とかあのその集まり方にあ,あとフリ,アー美術フリアーさんの,あの美意識とかに影響された人物がい何人がいましてただその中の一番重要なのがアーナスト・フィノローサという人でした皆さんがご存知だと思いますけれどもフィノローサがあの日本で活躍した あの美術史家で,したであのフリアさんがあのフェノロサの個人コレクションから購入した購入した作品とかもいくつかありましてその中にあの北斎の作品が多くてあと <laughs> こちらにご覧になるカノホーガイのあの有名な誹謗観音図とかもその中に含まれていますこれもあの昔のフェノロサのコレクションで,の中で,でしたであでもフリア あの日本美術コレクションの一番特徴がその中にあのハンガーが一点もなくてあの全てが肉筆とか絵画で,です。それはあのフィアの個人的な好みでした。彼が特にあのその学科の手遣いとか筆使いについてあの関心を持ちました。あ,のあと日本にもかなり あの4回ぐらい日本日本来日しまして、あのその日本の有名な美術収集者、あのあの原富太郎、原三景とか、増田隆とか、そういう人とか、そういう人などにと一緒にかなり交流しました。で、あと原三景からもあのこのような作品をもらいました。1906年にあの来日したときに、 かなり原富太郎さんと,一緒と仲良くなりましてからあこのようなあの室町あの鎌倉時代の巻物とかも原さん家から直接もらいましたこの作品も今美術館のコレクションにありますかなり重要な作品でもありますしただあのそのあのフリアーがあのその美術館を設立しようという希望が出てきましたらスミソスニアン協会に あのアメリカワシントンにある国立あの博物館美術館という施設,施設であるスミソニアン教会に何回も何回もあのそのあのコレクションのオファーしましたけれどもなかなかあのそのスミソニアンが科学その時に科学を中心した施設でしたのでかなりあのこだわりましたであのだその,あので急に <laughs> あの日露戦争がありましてでその結果はもちろん皆さんがご存知だと思いますけれども,も日本があのあのロシア帝国にあの勝,ち、ま、勝ちましたのでそれはかなり大きなあの世界に大きなニュースになりましてその,あのア,ジア,アジアというか日本の,あの20世紀の始まりに あのその政治的とか軍隊的な力がだん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 高,、ま、あの高くなりましてそれであの,あのアメリカの大統領はシオード・ローズベルトがあの日本とかアジアの文化がわからないと我らがあの負けちゃうというあの意見がありましたのでですからそ,こそれであのローズウェルト大統領の圧力でスミソニアン協会が果たしてフィアのコレクションをあの 入れあのそのスミスフォーニアン協会のコレクションを入れることになりました。それもかなりあのタクシーにとして面白いの政治的な背景だったなと思います。まあ,あの早速あの進めたいと思いますけれどもあのフ,リアフリア美術館の有名な作品の中にもこういう松島図屏風とかもありましてそ達のあのかなり あの素晴らしい作品で、あと仏教美術とかも、あのかなあのあのあアスカ時代からあのあの昭和時代までの日本,美日本仏教美術とかの作品も数多くありますけれども、日本美術のコレクションのすべてが1万4000点ぐらいになりました、今の頃。ただ、フリアのもともとのコレクションをもとに、 かなりそのコレクションが増えることになりました。彼があのスミスソ協会に寄付した作品があ日本美術の作品が4000点ぐらいでして今は1万4000点までを増えましたですからこういうようなあの寄付の作品あとあの,近,あの近世近代の作品とかもかなりあの あの美術館が設立し,てした後からあの増えてきました。で、その中に新しく入った,入ったコレクションの中にポルブラコレクションもあります。それはあのそのポルブラコレクションがもともとドイツに活躍したドイツ人の,あの医学研究者であるゲーハル・プポルブラの個人コレクションでしてあの、既に山本さんがおっしゃったように。 そのポルブラコレクションのすべての作品があの900点で,で、その中の,の2200巻が含まれています。ですから、かなり大きくて素晴らしいコレクションで、そのポルブラコレクションが2007年にフリア美術館が購入しました。で、そのデータとかは、あの あのウェブサイトに公開しましたけれども日本にはまだ里帰りはできなくてですからこの今回の国文化とのコラボでかなりうれしく思いますまあポル・ベラー・コレクションの,の構図とかといえばちょっとざっと見るとあの17世紀から あの戦,後戦後までの作品があります。日本のハンガーの初期の作品がかなりあの色がなくてあの輪郭線でモノクロで描かれている作品が多くてかなり魅力的な作品で。であのこ,れこの本は絵本舞台奥義という本があのプルブラさんの一番お好きだ,好きだった古典席だと。 あのわかりましたそれはあの私もこれがものすごくあのあの珍しい作品でなんかそうこのような歌舞伎歌舞伎役者が あのすごく力強く描写されたりして、後であとで力強いあの役者とかなりちょっと優,優しい雰囲気の役者とかにのペーリングがかなり、その対比がかなり面白いと思います。で、あのこ,のこの作品は皆さんがよくご存知だと思います。のの有名な塩のつと というあの教科書なんですけれどもただその教科の,のイラストというかがあの全部貝になりますのでそ,その、うん、その海の底が見えるような風,に風景があのものすごく魅力的なものだと思います。であのその中にも北斎の,の古典籍が数多くありまして今のところはあの まあフリーア美術館が休館さコロナウイルスで休館され,ますされていますけれどもあのあの去年は北斎展、大きな北斎展をやりましてでその中にもあのこ,のこのような富岳百景とかあの北斎の有名なあの著書を展示されました。であのこの作品が私がやっ あの一,番まあ、一番というかあのわ私のものすごく興味がある作品なんですけれどもこれがあの近代の富岡哲斎という学科にとしてあ学科が発行した「波頭」というあのあの本ですけれどもこの後にちょっとキャンベル先生と一緒にこの本についてお話しさせていただきたいと思いますで,あのであのモダンというか近代のものもかなり多くは 集めてくだささったポルブラーさんがであの、まあ、これがちょっとあのご,覧になご覧になりたいあの展示の風景あのこのこの,あのそのポルブラーコレクションの本を展示する時にこのようにあのこのようなケースを作りますけれどもこれがあの今の北斎展の,あの ののギャラリーの一つの風景なんですけれども、であのここにまたのあのナイジェルとあのフリアサクラのフォローラーコレクションの URL を入れておきました。はい。はい、これはあのそのフリア美術館フォローラーコレクションの紹介以上です。ありがとうございます。フェイテンさんどうもありがとうございます。 いいいいよいよあの対談に入りたいと思いますであの。フェルテンさんと、えー、国分県のロバート・キャンベル館長のお二人の対談です。とまずフェルテンさんから少し口火を切っていただくという流れかと思うんですがあのではもうあのお二人にあのどうぞよ,よろしくお願いいたします。 まずっと言、えー、と皆様、えー、とこんばんは、あるいは、えー、とおはようございます。国文学研究資料館のキャンベルでございます。えー、とフェルテンさんにはあのぜひ口火を切っていただきたいんですけれども、お久しぶりですね。まず、ちょっとこういう形で、えー、と1年以上ぶりに、えー、とウェブ上であの再開をすることができてとっても嬉しく思います。今日はあのフリアコレクションが、えー、とアメリカの国立美術館の第一号として、 まあどういう歴史的な背景によって、えー、できたかですとかそれからプルエア博士のコレクションが2007年に、えー、そちらの方にあの、まあ、入った経緯 昨年素晴らしいあの北斎点の中で活用されてるという模様を、えー、見てとってもあのなんかこう不思議なあのこう流れ歴史の中でその流れがあり今あの若いあの学芸員専門家の、えー、フェルテンさんがそれをいろいろとあの 活用の方法ですとか意義ですとか特にこの1年間あの移動する文化的なさまざまな資源にアクセスすることが私たちはできない中でこの2つの機関国文学研究資料館とフィアギャラリーが手を携えそしてこういうふうに電子空間を通じて非常に人類の非常ににとっては大変重要な文化財をですね共有をする。 えー、そして活用するということをそこをこう今考えて一緒に語るということが今日できて大変嬉しく思って、えー、おります。そうですよね。なんかデジタル、うん、ええことえまああのアメリカの。 あのコロナの状況がかなりあの日本より悪かったですのでまあそ,それはその影響であの我らがデジタルかデジタルの空間でものすごく活躍してたと言われてもいいと思いますけれどもあの最近の展覧会とかあのあのその一,般一般人の 向けのプログラムとかはすべてオンラインになりましたので、でもその中にあのそのその経験でかなりまあ勉強になりましてあのその今みたいなあのそのあの大太平洋を含えて。 増えてるイベントとかはでき,できないなと思いますけれども、それはまたあのコ,ロナコロナの良い影響だなと思います。そうですね、あの、えっ、ー、と、まあ、怪我の巧妙というあの言い方をしますけれども、まあ、えー、こう怪我というのにはあまりにもあの甚大なあの、まあ、被害、さまざまな影響がこの1年間コロナによってあったわけですけれども、まあ、一つはですね、私たちも、えっ、ー、と、例えば日本歴史、えー、古典籍えー、日本古典籍 研究コンソーシアムというものを今年山本先生のの元で立ち上げたくさんの海外の研究、教育機関、美術館、博物館がそこに入っていてお互いに交流をする学んだり連絡をし合ったりするというような仕組みがおそらくコロナが なければ、えー、今のようにまあ加速すると言いますか？そういうことはできな,なかったように思います。その意味で、えー、今回私たちの、えー、取り組み、新日本古典籍総合データベースの中にえ振り上げアギャラリーのあの里帰り店がまだ、うん、あのえっ、ー、と。 達成していないできていないものを、えー、一足先に、えー、と画像、えー、としてそしてメタデータですねさまざまな書誌、いろんな情報と一緒に、えー、自在に湯水のようにですね、えー、あの検索をしそして活用するということがとてもあの素晴らしいことだというふうに、えー、思っていますテレデンさんは先ほど、えー、富岡鉄裁の「は、えと、ー、という、えー 1910年、明治43年に刊行された書物について、とても好きだということを話してくださいました。私も実は1990年代の後半に、7、8回、プルベラ先生のケルの少し郊外にありました自宅を訪ねまして、2階にありました書斎に、研究者仲間と一緒に、国分研のスタッフと一緒に、調査を 継続的にすることができ、まあ、そこからまず目録を作るということで、目録を作りましたけれども、えー、とおっしゃるように、先ほどの舞台奥義というものが常に先生が毎回こう開いて一緒に見てくださるという記憶がよみがえりますし、近代の明治から大正の日本の中では当時、ほとんど研究されることがないまま、 特に美術史の中では振り返られないままでいた絵本に非常に熱く熱い眼差しを向けて非常に知見が深い先生だったわけですけれどもフェルデンさんにとってはこの「テッサイの破綻」というこの一点はなぜ気に入っているのかどういうことが。 そこから感じ取れているのか、あるいは知り合ったかということを少しそこからちょっと今日話を伺えたらと思います。はい、そうですよね。ちょっと画,画面の共有しますけれども、あの、まあ、あのその本をご,ご覧にならないと、なんか皆さんよくわからないと思いますけれども、まあ、これが、まあ、テスは、あの、 私があのフリア美術館に勤める前にあまりあのそ,のその存在さえも分からなかったということですよね、実は。ですけ,ですけれど、まあ最近はあの、あのテッサイの,の絵画の個人コレクションがフリア美術館に寄付することになりまして、その展覧会の準備でいろいろ勉強になりましたでその中の。その準備の中にもこの本を見つかりました。であのまあその あの皆,皆様がご覧になるように、この本のタイトルが関東という波を見るあのことで、なんかそれはすごく魅力的です。タイトルとおっしゃったんですけど、これは扉台でしょうかそうですよね。あそうですよね はい、ハ,トハトがここに、これはカバーですけども、じゃあ本当は逆に、あはい、あの画像を逆にした方がよかったですけれども、であのここに宗達筆が書いてありまして、それはあの有名なタワレア達、もちろん有名なタワレア達がインスパイアにインスパイアされて、鉄生がこの本を作りました。まあ、まあそう考えれば、本当にあのフリーア美術館の宗達の,の一番有名な作品と、 密接な関係がありますよね。この松島図病風とかがもうあのすごい。私,私にはあのこれがあの,あの。その海の分析みたいなものですよね。本当にその海の本,本にはどんなどういうものなのかを分析。 しているのではないかと思って,思って、はい。まさきもおととし、えっ、ー、と、一昨えー、と伺って、あのフェルンさんともあのワークショップを、えー、4日間3日間、えー、ぐらいあの行うことができたときに、ギャラリーで、あの、これは実際にあの拝見することができましたけれども、まあ、ずっと昔から教科書ですとか図版をあの見ていましたけれども、大変迫力があ,のありますね。この屏風は確かに3.11の,あの時に、その直後に、 リアギャラリーが、まあ、甚大なあの被害をこむった松島え、東北地方の人々に思いをえ、まあ、はせるえような形であの特別あの展示をしたということを聞いたことありますけれども、まあ、そういう意味でもあの非常にあの、まあ、日米のえいろんな文化交流ですとか思いとしてあの現在も生きている表現だということはちょっと今、あの久しぶりに拝見してあの思い出しているところです。 確かにおっしゃるとおりあのこの、この作品は確かにあのそのあの東北大震災の時にあの展示されましたけれども、ただ今年はもちろんあのその10周年なので、こうあの特別にこの,この作品を中心にしてあのビあのその記念ビデオをあの作りましたあの日本、アメリカのワシントンにある日本大使館とあの一緒に。はいまあ でそこにあります、あの波が先ほどの、えっ、ー、と、テッサイのその波というふうにまあ重なるようにして、まあ、なぞったり模写をしたり、しかし、ま、再編成と言いましょうか、再構成をしているという、あの部分もあると思いますけれども、これはちょっとなかなか多分、この,あの、えっと、モニターの、えっと、を通してみると、ちょっとなかなかちょっと伝わりづらいところもあるかもしれませんけれども、テッサイにはどのような思い、 ですとか考えとか思考があってこういう作品を作ったかを教えていただけますかそれはあのそれその,そのくらいは分かればいいと思います <laughs> 嬉しいんですけれどもまああのこの本はかなり謎が多いと思いますけれどもテッサイはああのかあのあのその江戸時代とか室町中世の美術をかなり興味も持っていましたけれども ものすごく雑色であのいろんなあの美術の流派とかを学んだりして自分の美術に入れておきましたけれどもあのこの本はな,なぜ宗達は涙というあのあの選択をしてたのかあの自分もわからないんですけどでもその,その謎が逆に面白いと思いますよね。 描写とかもものすごく特別ですよね。これがあの同じページなんですけれども、右が,あの光,が,あた左が左光が当たらない,い,やいや、当たらなくて撮影したもので、右があのその光を、フラッシュをあの与える、あの与えたあの撮影なので、あのものすごくエフェクトが。あの 完全に変わってきますねそのえっと効果というのは何かこうキラ、雲を使って印刷をしているとかちょっと何か金のような白いあの光るあの素材を使って印刷をしているとかそういうことを表しているんですかそうですよね。あのこののままああその具体的にどんなどん,どんな素材を使った絵の具を使ったのかもうあのまだわからないんですけどなんかそのそのの その絵の具を直接科学的に分析しないとよくわからないんですけどね明治時代は特になんかいろんな素材を使っていまして、まあ、これが羽毛、まあ、だろうかと思いましてあとその中にもあの炭を混ぜていましたですからそのあの光が当たらないところに当たらないところにがかなりあの黒く見えますので。 うん、直射日光といいますか、まあ、これ、フラッシュを焚いたということですけど、光を、えー、と見ると、えー、それはま,あ、まるでこう反転するようにあの見えるというところが、ちょっと、まあ、完全にわ、えー、かるわけではないんですけれども、私のモニターでも確認をすることができます。 こういうあの波がですね、この左から右へとこう本当にガバッとこうあの恐竜がこうあの、えー、前にこうなん襲いかかってくるというような、まあ、勇ましいあの表現は例えば1830年から32年に江戸ですられている、られたと言われているあのまあ北斎のまあ有名な富岳36景、その中の大波ですね、神奈川沖、えー、波浦という まあ、表現を思い出す人はあの世界中に多いと思いますけれども、テッサイが宗達、えー、の波をなぞるというところから、どういうふうにこう何を強調して、どういう、えー、様式、形態として、造形として、どういったところにあの一番こう、えー、気づき、えー、強調したかったというふうにあの捉えていますかそうですよね。まあ、このた例えば、この画面とかを見ると、 このページを見ると、これがあのソーターツより降臨の,の波だ,だろうかと自分が思っておりますね。これがメトロポリタン美術館にあるハト降臨のハ,ハトウズ屏風がありまして、これも全く一緒なあの画面ですけれども、これがターツではなくて降臨でしょう。 ですから、テッサイはど,どのような作品をさに参考してたのかもうちょっとわからないんですけど、ね。でも構図的とい,うのといえば本当に荒波とあのちょっと静かな,<水>静かな波とかで、次はまたあのこういう模様的な波とかがありましたりして、ものすごい波のすべての形とか。 そうですね、あのこれはまあ本なのであの、めくっていくあのことをまあ考えると、ちょっとここでは追体験はなかなかできませんけれども、こう波のいろんなパターンが次から次へと現れていくわけですね。まあ、非常に平面的、フラットで、まあえー、パターン集のようにも、あのつまり、まあ、着物ですとか帯地ですとか、あるいはいろんなデザインとしてそれをまた転用できるかもしれない。 ということを、まあ、見ながら感じることもありますし、もう一つは、えー、まあえー、変形自在に形を変え、さまざまな潮流ですとか風ですとか、いろんな条件の中で、えー、トランスフォーメーションをする。あの 添加していくあの形物としての水というものの性質を何か捉えようとしているということを私はあのとてもあの感じるわけですね。私はあの日本の言語文化、あのつまり文学が専門ですので、えー、文学の中で歌でありますとかあるいは監視文ですとかあるいは小説随想の中で、えー、水を 雨、あるいは雲がど,ういうどのように表現されているかということを、まあ、以前から、えーまあ、注目、えー、して、えー、いまして、さまざまな、えー、象徴ですとか、例え、比喩、あるいは偶話として こういう、えー、気象現象あるいは波動というものがあの使われるということはとても多いわけですね。つまりあの、まあ、常なるものはない、まあ、波のようにです、ね、形が現れそしてまた、えー、消えていく。 で私たちにまあ恵みをた、まあ、もたらすこともあると同時に脅威にもなる、えー、ということがあるわけです。しかし、あのまあ、例えば雲の表現が日本の美術にも霞ですとか雲ということがよく描かれるわけですけれども、えー、っと雲がただそこにあるということだけではなくて、必ずそれがまあ美しみの雨。 自由を震わ,わす、ふらすものとして、まあ、日本のさまざまな文学作品に、えー、現れる、あるいは、えー、歌などにうらわれることあ現れることがあります。まあ、波もです、ね、直線集いろんなこの和歌衆、和歌の中に、えー、人の命の時間でありますとか、えー、届かない思いでありますとか、さまざまなこのメタフォーとして使われることがあるわけです。 ですのでこの「波」という表現がもちろん造形としては非常にえ多様であり変化に飛びそして非常に技術的にこの出版物として印刷物としては非常に優れたあの作品だというふうに思いますが まあ明治43年、この1910年という時点で、えー、富岡哲裁あ非常に哲裁もですね、非常に国、国家ということを、えー、一つの観念として捉え、それを形に落とし込むことを得意としたあの画家だったと思いますけれども、まあ、その文脈、それこそ歴史的な文脈の中で、なぜこの時点で、えー、ここは、えっ、ー、と、 文字を全く添えない形でどこの海かもわからないしかし海をこうずっとこうよりで <laughs> あの焦点を絞って波の表情を捉えたかということこれはとっても今日あの時間も限られていますし即答といいますかあの、えー、あの答えは正解はあの今日は導けないかもしれませんけれども眺めてるだけであのとってもやっぱり想像があの膨らみますね。 そそれはそうですよね。まあ、かなりちょ,っとちょっと本当にあの着物の模様みたいな形になりますね。しかもあの現代の目で見るとなんかちょっと船から見たあの船の窓から見たあの海に,に,にも近いと思いますけれどもまあ、あのおっしゃる通り文字がなくてちょっと謎がいろいろ残ってしま,しまいますけれども皆さんぜひ。是非あの はいあの、えー、私が非常にあのあ好きなアーティストで写真家でもいらっしゃる杉本博さんと、えーうん、いう方があの活動していらっしゃるんですけど海景海の景色というシリーズの写真を、えー、ずっと20年30年ほど前世界中のいろんな海の,あの形をずっと、えー、ロングショットで、えー、とずっとこう長くこうあの録音をしていて海のいろ そんな時間を1枚の写真の中に例えば半日ぐらいの、えー、っと時間を、えー、1つの,あの写真の中に閉じ込むっていうような、まあ、映画館、古い映画館の,あのシリーズも作っているわけですけれども時間をどのように。まあ 時間の芸術ではない平面作の視覚、えー、作品、えー、こういうものに、えー、表すかということを、まあ、現代の目であの考えているわけです。あ,ある意味、えー、これをテッサイのこの波頭を見ていると、えーまあ、波の時間といいますか、こう潮流の波が、えー、満ちてはまた引く、あるいは、えー、渦を巻く、さまざまな時間ということをあのとても、それはちょっと想起、えー、させるようなことを感じます。 もう一つこれをあの見ながら感じたことは、えー、と日本の工芸品工,工芸美術の中にたくさんの波の,、えー、あの姿形が描かれていますけれども私がたまたま2ヶ月ほど前に、えー、大阪の雪美術館 えと吉祥の、えー、初代、えー、オーナーであった由紀さんという方が集められた、まあ、素晴らしいあの漆物や焼き物、絵がそこにありますけれども、えー、山本春章えー、という、ま、薪絵師、えー、によって有名な歌人でもあり、えー、知識人、17世紀の。 京都にいる人ですけれども、住吉蒔絵平夏目という、夏目小さなあの夏目をあの手に取ってあの拝見をすることができたんですけれども、住吉というあのモチーフで描かれていて、太鼓橋と松原と、そして全て360度がですね、この、えー、素晴らしい漆あの,をの、えー、周りをですね、えー、どこも途切れることなく波、 によって表現をしているわけですね。これは私が今人生の中で最もあの優れた加え抜いたそして心を打つ波の表現だというふうに。 えーまあ、あの今あたあの、記憶に新しいのですけれども、まあ、そのイメージと、えー、フェルデンさんにとって最もあの美しいあの、えー、印象的なあのこう、非常に訴求力が強いこの鳩をですね、ちょっとこう、なんか並べて一緒に鑑賞したいなというふうに、あのえー、今、見ながらあの感じましたね、うん。ありがとうございますこれは、まあ じゃあ皆さん、ぜひあのこ,れこれをプログラムのデ,データベースとか、あと、ナイジェルのデータベースにご覧になってください。そうですね。エリザさん、いくつか、えっとえー、見てくださっている方々がからあの質問があの届いていますけれども、ちょっと私の手元に何通、えーえー、かがあ,のありますけど、一つがですね、どういうきっかけで国分研と、えーあの、まあ、 スミソニアン、フリアギャラリーが、あまあ、このような、えー、と非常に濃密な、濃密という、密という言い方はあの今年はちょっとあまり控えた方がいいかもしれませんけど、非常に濃い、えー、と関係、こういう実際に成果に基づく。 あの関係を作ったか、そのきっかけを聞かせてくださいという質問が来ています。でそれはちょうどあのペルテンさんと私に,、まあ、向けら私に今日あの顔を合わせているわけですけど、ちょっとまあ,ありがたい質問だなというふうにあのあの思っていますけれども、えー、思い出しますか、えー、ちょうどほ,ほとんど4年前ですね、えー、2017年の春だったんでしょうか、私たちは初めて私はあなたに。 ちょうどあの、えー、フリアにちょうど就職して間もない頃だったと思いますけれども、えー、日本で、えー、展覧会を、えー、と行う、まあ、さまざまなあの、まあえー、紅葉があって、えー 出席学園のジェームズ・ユーラック先生と一緒に都内のホテルでお目にかかって一緒にお昼をいただいたことが、まあ、初めてお目にかかったところですけれども、まあ、えてみると、そのあたり、そこからさまざまな方々の協力やあの知恵をいただきながら結んでいたかなというふうに思います。懐かしいですね。 ものすごく懐かしいですよね。もうあっという間ですからね。<笑><笑>まあ、ユラクさんがもうあの美術館にはすでにいないんですけど、あのまあ、ただ、あの、あのフリア美術館があの国立アジア美術館側から見ると、なんか、この、まあいろ、いろんなあのところとあのそコラボレーションすることになりますけれども、でも、ポルブラコレクションの,の方が、 あの我々の心の中に一番重要なものだと思いますよね。つまりあの本当にものすごく素晴らしいコレクションであのアメリカの首都にずっとありますけれども里帰りはなかなかできなくてどうやってあの日,本人日本人の方に見せるか。まあ 見せることができるのかとずっと悩んだりしましたけれども立派なあの英語のホームページとかも作って作っていましたけれどもただ日本人向けのものがあのまあが違う、まあ、それは日本でそのそのその魅力とかそのその古典籍の中の,あの知識とかをあの日本人の方にあのまあ 見せることがが一番悩みですよねそれがあの国文化院さんのキャンベル先生のおかげであのデジタルで里帰りはできることになりました。それは本当にあれだけには怖い,とい、えー、あの,あの素晴らしいアメリカにあるコレクションもそうであるように、今までは えー、在外日本美術の秘宝ですね、隠れた、えー、あの宝として位置づけられていて、まあ、80年代からたくさんの画集ですとか、まあ、もちろん研究もあの進められているわけですけれども、えー、とフレア美術館と国文学研究資料館のこの取り組みを通じてこう、一つの私はモデルを新たなそのモデルがあの作れる、あるいはつ 作られようとしてるんじゃないかなというふうにあの大変心強くあの思っているわけです、えーと。実物を目の前にして初めて感じる感動ですとか、あるいは知ることということは、これは、えーとまあ、何事にもこれはあの、えー、と変え難いことであって、それは経験として常にここはあの重視しないといけないと思いますけれども、まあ、それと同時に、えー、と画像、 文字、そしてそこから広がっていく様々な今までの蓄積をですね、まあ言ってみれば、こう一、一網打尽ワンストップで,ですね、えー、調べ、見て、そして様々な例えば、キーワードをまあ検索することによって、えー、例えば、目の前にそのコレクションがあったとしても、容易にたどり着くことができない、様々なこの 歴史の中でのこの接点、連絡え、因果関係ということを実は発見することがあのできるわけですね。フリア・ギャラリーはでに画像化して、えー、立派なあのホームページをあの走らせているわけですけれども、それをさらに、まあ、日本語の世界ですね、日本語の,あの、えー、と和社たち、私たち日本を拠点に活躍している研究者を含めてあのこう開いていく秘をですね、この,あの箱をですね、 こう開いていくということ、これは実は画期的なあのことだというふうに、えー、思っています。特に今年この1年間、あのコロナが消滅、えーまあ、を極めて世界中に、えーまあ、あるわけですけれども、それぞれの国や地域の、えー、表彰文化、さまざ、あ、まな表現、えー、歴史的な経験が表現に現れ、それが、えー、私たちが今目の前の,の COVID ーンの,の状況の中にある非常にこの孤独感を募らせるわけですが、実は歴史の中で繰り返し、それこそ波のようにです、ね、感染症というものがあり、歴史的なその、えー、と経験から多くのことを学ぶことができるということこの1年間、まあ、いろんな形であの感じたと思います。このプルベラコレクションも900点、えー、2000、えー数えー、数百万、えー、冊。 ある中にはですね、生活が実際に人々がどのように生活をしていなかったのか、えー、自然がどのように200年前、300年前にあったのか、あるいはそれこそ環境がどのように変動したかとかっていうようなことを測ることができるんです。美術や文学、あるいは歴史だけではなくて、自然科学ですとか、それこそウェルネスですね、どういうふうに一人一人私たちは えー、地球の中で、えー、この環境の中で生きていくかということ、いろんなことを、えー、私たちにヒントを与えてくれることがあのできるようにあの思います。えー、感染症、えー、ということは、日本の、えー、視覚芸術、美術にはですね、ずっとこう一つの、まあ、モチーフ、テーマとしてずっとあの書かれ続けていることでもありますし、文学の中にもこの感染症というか、 ということは、まあ、横串でずっと万葉集から、えー、夏目漱石辺りまでずっとそれを通して文学史を組み立てるということができる。これもこの1年間の、えー、この悲しい私たちの状況の中で現れた一つの歴史の捉え直しだというふうに思います。えー、少し話があのそれで大きくあのなってしまいましたけれども、このプルベェルコレクション、えー、そして、えー、その先にある非常に懐の深い、今、 あのテルテンさんの後ろにある、えー、この素晴らしい振り上がりの中にはですね、非常にこれは日本関係、日本が好き、あるいは日本学に携わる人たちだけではなくて、世界中のさまざまな課題に、えー、取り組んでいる人たちにとって、これ非常に重要な私は資源にあの生ける学問、えー、活学の,あの種をまくものになる。 ものだというふうに思っていますので、本当にこれからどういうふうに、どのような人々がコラボレーションを組んで、あるいはそれぞれにマイニングをして、そこでさまざまな宝を掘り出していくかということを楽しみにしたいと思います。さて、この辺り、少し時間が。あの、えー 刻々と私たちの,あの決められた時間があの、えー、近づいてきましたので、ここで、えー、と山本先生をちょっと一度お呼びして、えー、と私たちのすいません、私たちの,あのいろんなこの話をですね、このそれこそちょっとこう波のようにですね、えー、流れたり、えー、戻ったりあの、大変興味深いですけれども、ね、山本先生がお聞きになっていかがでしたでしょうか うありますそうですね波のデザイン集だっていう観点がすごく面白くてそれがずっと頭の中に今も残っているんですけれどもあのやはりこう近代においてその富岡鉄斎が江戸時代初期に遡ってというかあの昔をどう捉えたのかっていうところがやっぱりフェネテンスさんのすごくその目の付けどころっていうのが素晴らしくて私も 自分の研究の中でこう昔の人がさらに昔の時代をどう捉えたのかっていうのにものすごく興味があってそこから今キャンベル先生お話しされていたようなその今私たちが昔を振り返って昔から残っている美術ですとか本をどういうふうにこう今の私たちが生かしていくのかとかな何をそこから感じるのかっていうのをずっと昔の人たちもそれをやってきているので。 それがそこへの発動っていう方にも詰まっているなと思って謎は多いんですけれどもあの改めて面白いなと思っていましたはい、はい、あのありがとうございますえっと多分えっとまたいろいろとあの伊能先生が解説を あの話題へとちょっと引っ張ってくれると思いますけれども、私はちょっとこのセクションで最後にちょっと申し上げたいのが、特にあの今画面で久しぶりにフェルデンさんがあの目の前にあのいらっしゃるので、すごくちょっと胸が、ちょっと今、ちょっと熱くなっているのが、先ほど少し申しましたように、1990年代の後半、今世紀に入ってしばらくあの間に私はもう非常に恵まれたあの立場、 と言いますか、環境にありまして、ケルンの,あの郊外にありました、あのプルベラあの博士のうちに何度も伺い、えプルベラ先生と、それからあの奥様のローズマリーさんには非常によくしていただき、そしてもう毎晩のようにですね、私たちの調査が終わりますと、まあ、1階に、えー、と降りていきまして、えーとまあ、ワインを飲みながら、えー、あるいはお茶をあのいただきながら、 さまざまな話をさせていただきました。で時々昼間あの調査をしていますと、あの博士が、えー、2階の書斎にあの、まあ、様子を見に来てくださる、えー、そしてあの奥様ローズマリーさんがお茶を運んできてくださったりするわけですけれども、あのその時にやっぱりこうさりげなくあのど、どういう状況ど、どこでこの本を手に入れたかとか、えー、そしてその 同時代の本当に50年ほど前からあの本を、えー、パリのオークションですとかさまざ、あ、まな場所でもう本当に世界中、えー、旅をしながらあるいはドイツにあの、えー、いらっしゃる間に集めてこられたわけですけれども、まあ、愛情としか言いようのないような本当に情熱と知的なあの非常に鋭利、えー、なまなざし冷静な眼差しを持って素晴らしいコレクションを作ったんですけれども私たちがそれを 保管する、えー、受け継がせる次の世代にさまざまなその付帯資料ですね。前の世代の人たちが欧米においてはこういう絵本をどういうふうに見ていたのかというような資料も同時に集め、まあ、そういった非常に大事な大切な資料が今も、今、フリア美術館にあると思いますけれども、今度はフェルテンさんの,あの番なんですね、あのー。そういう大切に、えーそのえー、集められ、 もちろんあの、プルベラ先生より前に何世代にも渡って、え人から人へと、えー、渡されて、渡っていた大切に保存されて、非常に脆弱な神の,あの本というものが今、えー、この状態にあり、そして今、電子空間の中でそれがこう解放されているということを、この非常に私にとっては、まあ、個人の記憶をたどりながらあの、とても深い考え。 にけけているわけです本当にあの大いにあのフェルヌンさんもですね、これ本当にライフワークにあのなると思いますけれども、本当に守る、保全する、えー、受け渡すということだけではなくて、まあ、どのようにそこはあの生きたあの、えー、財産としてこれから、えー、と花を咲かせるかということをとっても楽しみにあのしているところです。すみません、ちょっと長くなりましたけれども、根本先生、どうぞはいどうぞ。 あの、えっと、uh, hello Gerhard it's been a, it's been an awfully long time since I've seen you I haven't written uh I, I hear of you I know that you, you're well and I I hope that you're in the best of, of health and and spirits and anyway it's today we' I want to just offer uh, this uh, this meeting this our, our, our short conversation uh, to you and to the memory uh, of uh, of your wife rosemary as well who stays very very close to my heart anyway i hope you are well and your children are well and, and you're in, in, in good shape hope to see you again soon <laughs> 素晴らしいいでですす。ね。あの見ててくださっていたんですあのちょっと時間も迫ってきてほ本当に名残惜しいんですけれどもあの最後に、えー、と今回あのフリア美術館あのと英国文献が共同であの YouTube 動画をいくつか制作しましたので、えー、とそれについてもしキャンベル館長から一言 ちょっといただいてもよろしいでしょうか。うねえっと、はいありがとうございます。えっと何種類も、えー、今、えー、国語文学研究資料館の YouTube チャンネルにえっとのぼ、えー、に載せていますので、あ,あとあのフリアの方のチャンネルにもあります。えー、すみません、えー、はい、えー、両方で。 フリアの方からもあの見ていただくこともできますし、えー、と国文学研究資料館のホームページからも、えー、とアクセスもでき、それから YouTube チャンネルの,あの検索エンジンに、えー、と国文献ですとかフリアギャラリーですとか、まあ、いろんな、えー、キーワードを入れていただくとあの見ていただくことができます。えー、私はですね、とてもあのちょっとあの非常にめ珍しい経験をさせていただきました。えー、プルフェラーコレクションの中に、えー、明治20年 現代に横浜で、えーまあ、日本にあのやってきた、えー、観光客のためにお土産本として作られていたちりめん本、えー、と布のちりめんのようなあの特別な加工をしてあの布のようなちょっと脂肪感があるような、えー、と紙にす、えー、多色刷りです,、えー、すられた何カ国語にも、えー、翻訳された日本の、まあ、昔話や子どもの話が。 あるというジャンルがあるんですね。で、そのチリメンボの中から文部く茶釜というまあ、有名なあの有名な、えー、昔話、えー。これは英語に。 えー、あの翻訳されているあ、はい、翻訳されているわけですけれどもそれを全、えー、編、えー、非常にきれいな画像と一緒に、えー、朗読をあのさせていただきましたそして他でもない、えー、山本義孝、えー、先生がですねそれをまた逆に日本語に翻訳を、えー、してくれまして、えー、私の拙いもいピッチアクセントがもう本当にこうなんかジェットコースターのような大変ひどいあの朗読で、えー、日本語でも あのえー、朗読をしていましたのでもしあのご関心があればぜひ、えー、英語版と日本語版の聞き比べを、えー、お子さん えー、あるいは、えーえー、おじいさんおばあさん、えー、家族と一緒に友達と一緒にあの見て楽しんでいただければと思います今日テリタンさんが、えー、と波のについてもう波頭愛についてこうか熱くあの語ってくださったわけですけれどももう一本の動画がですねこの富岡鉄斎のこの作品に、えー、特化したものでして今日あのお聞きいただいた話があの非常にさらにあの深く、えー あの展開をしていますのでフェルデン、えー、さんの、まあ、日本語による、えー、あの作品の解説も、えー、っとございますのであのぜひ、えー、っと見ていただきたいというあの背景をしご覧になっていただきたいというふうに思います。 ありがとうございます。あのて、でえっと、他にもあの他にもあ<の>はい。今あのちょうどチャットに出い<や>で、はい、あの法政大学の小林文子先生です。と、ね、あと、国文研の研究者、私も含め、ちょっと何人かで一緒に解説。あのプルメラーコレクションの中の絵本を解説してますので、どうぞご覧になってください。そのリンクはですね。アンケートフォームがこの後、皆様にあの。 送られるんですけれども、あのお忙しい中恐縮なんですけれども、ぜひアンケートをオンラインであのご回答いただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。そこに youtube 動画へのリンクも載せております。で、あの架け足になってしまったんですけど、これであの今日のイベントは終了ということで、本当に名残惜しいんですけれども、あのフェルテンさんもあののチャンネル館長もどうもありがとうございました。あのサポートしてくださったスタッフの皆様、本当にありがとうございます。皆様あの。 本日ご参加どうもありがとうございました。 あのまたあのぜひあのやりたいですね。今日はですね、本当に初めての試みで、ちょっと気こちないところもあったり、最後に、あのものすごく早く、ナルトの渦のようにですね、この早くあの収束、収束ではなくて、なんていうか、終了してしまうわけですけれども、またぜひ、あの良い機会を作っていただきたいというふうに思います。チャットを見ながら、アルゼンチンは、えっと、ボエナスアイラスからあの聞いてくださっていらっしゃる方もいますし、アジアのいろんなところ からえ今日は、まあ、あのわざわざ時間をあの作っていっていろんな時間帯から、えー、方々が朝早かったりあの夜遅い時間に、えー、私たちと一緒にこの時間を過ごして いるわけですので、あの大変あのありがたいというふうに思います。あのぜひあのフィードバックをいただき、それにあのそれをあのにもそれをえっとまあ使いながらですね、あの参考にしながらブラッシュアップしてまたあの目にかかりたいというふうにあの思っています。フェルナンドさん、またあのリアルで本当に対面であの会う日があの早く1日も早く来ることを本当にあの願いたいところですね。 そうですよね、そうなるといいんですけど、あとデジタルだけじゃなくて、コロナコレクションの本当の,サテあの実,際実物の里帰り展とかやれればいいんですけど、ね、ないですか今日皆さんありがとうございました。あり,ますありがとうございました。それではあのこれで終了にいたします、はいうん。ありがとうございました。ま,また。